余裕だった。ご飯も超美味しかったし、はあ、極楽極楽。久しぶりにミカワッチとお泊まり会するって言ったら、お母さん張り切っちゃって。ごちそうだったもんね。お母さんと山田に感謝感謝。チラシ寿司に茶碗蒸し、グラタンにミートローフ、カルパッチョ風のサラダも美味しかったな。それにあの唐揚げ、ジューシーなのにあっさりしてて、いくらでも食べられちゃう。あれはね、柚子胡椒で下味をつけてるんだ。揚げるときはきつね色になる前に一旦油から出して、余熱で火を通してからもう一度揚げるとお肉が柔らかく仕上がるんだよ。なるほど、山田の料理上手はお母さん譲りってわけだ。そんな上手ってほどじゃないよ。でもほら、いつだったっけ、加瀬さんにお弁当作ってきてたよね。あれってクラス替えのすぐ後だったから、去年の春か。早いよね。なんか気がついたら受験も終わってるし、あとは卒業式を待つだけか。うん、でもこの一年いろんなことあったよね。そうだな。まずは修学旅行で沖縄行ったでしょ。ミクワッチ、飛行機苦手だったんだね。知らなかったよ。それ言わないで。で、夏はプールにお祭りでしょ。そうだ、花火、加瀬さんと見れた。うん、今までで一番綺麗な花火だった。そっか、ありがとね、ミカワッチ。え、何が。浴衣一緒に選んでくれたり、花火のよく見える場所教えてくれたり。いいってことよ、山田も加瀬さんも大事な友達じゃん。それにさ、実際山田は偉いよ。文化祭の前だっけ、東京に推薦入試を受けに行く加瀬さん、駅まで追いかけて行ったでしょ。あれはそのまま新幹線に飛び込んで一緒に東京に行っちゃったって聞いて。山田らしいというか、らしくないというか。すごいなって思った。山田は自分で気づいてないかもしれないけど、加瀬さんと出会ってすごく変わったよ。そうかな。でもそれは山田が変わろうと努力したからだと思う。ガーデニングの夢を追うために東京の大学に行くことだってそうだよ。だから私もちょこっと頑張ることにしたんだ、私の将来に向けて。ミカワッチは旅行の勉強ができる専門学校に行くんだよね。うん、修学旅行の時思ったんだ、誰かの思い出を作るお手伝いって案外私に向いてるし、楽しいんじゃないかなって。とにかくさ、適当に進学しようとしてた私が目標を見つけられたのは山田のおかげだよ。こちらこそありがとね、ミカワッチ。あ、喉乾いたね。私お茶入れてくるよ。ちょい待ち。お泊まり会の記念に写真撮ろう。ほら、もっと近く寄って。はい、チーズ。さて、我ながらいい写真が撮れたぞ。これを。お、なんだろう、こんな時間に。コーチかな。三河からメール、写真がついてる。加瀬さんへ、今夜はお泊まり、山田とパジャマパーティーしてるよ。パジャマパーティーだと。君と僕との距離、目をつぶっていた。
思いを届け。